はい、どうも、とあるです。はい、ということで、今日は2012年の問29番選択肢4の地域圏ですね、ここに関して見ていきます。それで、まあ、おそらくこの動画が公開されている頃には、概要欄の方にリンク貼っていますので、そちらの方で一問一答に関する、まあその問題と解説ですね、それも用意できているはずです。その時に間に合っているかわからないんですけど、おそらくはあると思うので、下の概要欄の方からリンクね、飛んでいってください。もしそこにまあなかったら少し間に合っていないということですけれども、まあそういう感じです。それでまあ地域圏に関して説明をしていきましょうと。でまず地域圏に関する問題が難しいと思っている方は、おそらく地域圏の具体例があまりよく分かっていないっていうケースが多いんですね。なのでそこを手短に説明させてもらうと、280条、民法の280条に条文があって、地域圏者は設定行為を定めた目的に従い、ここ他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有しています。これがポイント。人の土地を自分の土地の利益のために使える権利、それが地域権っていう風に言います。で、具体例は2個覚えておいてください。袋地と用水路、この2個だけ覚えておきましょう。日照もあるんですけど、まあこれちょっとさすがに応用的すぎるんで、袋地と用水路で、袋地っていうのは自分の土地が人の土地でこう囲まれているっていう風な状態なんですよ。つまり人の土地を使わないと出ていくことができないと、っていう風な時に地域権が発動されます。それで人の土地を利用するっていうことができるんですよね。で、用水路も同様で、人の土地を利用しないと水をね引くことができないと、という時も人の土地を使うことができます。こういう風にまあ、出ていくと、まあ、通行するためとか水を引くためとか、そういう風な感じで自分の土地のために人の土地を利用できる、こういう権利が地域権という風に言います。で、この地域権っていうのはかなり強い権利で、例えば土地が売買されるとついていくんですよね。だから土地をゲットした人はまあ地域権付きでその土地を使うことができるっていうような感じなんですよね。ということなので、地域権だけを売買することっていうのはできません。これもね結構ややこしい知識なんで、まあそういうもんかと思っておいてください。いずれにせよ、消費者の方は地域権の特徴として具体例2個だけ頭に入れておいてください。袋地と用水路2個ですと。はい。で、言葉の勉強ですけど、用益地っていうのが自分の土地、消益地が他人の土地、こんだけ。用益地は自分の土地、消益地が人の土地って、こんだけね。そして、地域権を物件である以上は第三者に主張するためには登記が必要です。で、この登記が必要っていう箇所も、なんかその所有権の時だけって考えてるので結構多いんですけど、所有権だろうが地域権だろうが抵当権だろうが全部物件なんで、物件を誰かにちゃんと主張したい、第三者に主張したければちゃんと登記をしましょうとなるわけですね。ただここからですね、地域権に関しては登記ではなくて自己取得ができるっていうことも別途認められています。それが後で説明はしますけれど、とりあえず地域権は自己取得をすることもできます。まあ、ただ自己取得があるからといって登記が不要かっていうと、そういうわけではなくて、やっぱりまあ争い事を避けていくためには物件はちゃんと登記しておきましょうということですよね。もちろんこういうふうにね、自己取得で、主張していくことも可能となります。はい。けれどまあ自己取得っていうところに関しても民法相続でやったのかなと思うんですが、自己取得前の第三者か自己取得後の第三者かっていう論点勉強しましたよね。こういうふうに様々な知識が一個にこう集約されてくるのが民法ですから、すべての分野をまんべんなく勉強しないとちゃんと理解することができないんですよね。というふうな科目であります。いずれにせよ地域権も自己取得することができるっていうところですね。ここを覚えておきましょう。そして283条、この条文ねちゃんと覚えておいてください。特に継続的に行使され、かつ外形上認識することができるもの、意味わかんないでしょ。もう意味わかんなくてもうねいいです。意味わかんなくていいんで丸暗記してください。継続的に行使され、かつ外形上認識することができるもの、これに限って自己取得することができるというふうに覚えておきましょう。地域権を自己取得するための要件はって言われたら、今のところ継続的に行使され、かつ外形上認識ができるものってところ、ここのフレーズはちゃんと書けるようにしておいてください。そして問題、2012年の問29番選択肢4番です。A は少なくとも20年っていう期間にわたって、自己のためにする意思を持って平穏
公然と、オツト氏の一部を通行していれば、A 自らが通路を開設していなくても、ここね、A 自らが通路を開設していないよと、それでも通行地位権を自己取得することができるかどうかなんですけど、まず通行地域権っていうのが先ほど説明した袋地のケース、袋地で人の土地を使ってそこを通行する、この時の地域権のこと特別に通行地域権というふうに言います。じゃあちゃんと自己取得の要件を充足している、つまり20年間とか事故のためにする意思とか平穏公然とかそういうふうな要件全部充足していますよ、けれど A さんが自分でその通路を作ったわけではないんですよ、単にまあ通してもらってるだけなんですよね、という風な状態でも自己取得することができるんでしょうかっていうと、さすがにそれはちょっと甘えすぎてと、そうではなくてちゃんと A さん、用益地の人間が自ら土地を通路をちゃんと作ってそれで通してもらっているんですよと、っていう風な状況でないならば自己取得することはできません。あくまで用益地の所有者がちゃんとこの通路を開設しましょうという風になってくるわけです。ということで、この選択肢は誤りというふうに判断をしてください。はい、一応まあそういうふうな感じです。地域権っていうのはかなりね、難しい分野なんですよね。しかもまあ具体例の想像がね、かなりしにくい分野でもありますので、そこはある種割り切って抽象的に暗記の生きると、出てくるところだけをポイント絞って暗記していくこと。今回で言うと、283条の継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものっていうところとか、あとは A、用益地の人間自らが通路を開設する必要があるんだっていうところをね、今回暗記しておいてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。